舞台、マクベス・ジョン・ハウスマンは、ルーマニア生まれの俳優である。俳優、映画プロデューサーとして活躍したほか、数多くのハリウッド俳優たちから、死と未だ汚れ続けるハウスマンは、1902年に、ルーマニアのブカレストに生まれる。母親は、アイルランド人とエールズ人の祖先を持つイギリス系で、父親は、ユダヤ系の家庭で育つ。後に、イングランド南西部にある。 クリフトン・カレッジへ進学すると英国市民権を獲得。1925年には渡米し芸能関係のキャリアをスタートさせる。さらに芸名にはそれまで名乗っていたジャック・オスモンの本名ではなくジョン・ホーセマンに改名。後にオーソン・ウェルズと出会ったハウスマンはブロードウェイへ進出していくつもの舞台をプロデュース。1934年、1929年に 起こったウォール外大暴落の影響で、世間は世界恐慌にあえぐ時代であり、演劇界もその余波を浴びざるを得ない状況の最中、ハウスマンはたまたまキャスティングで役者候補を探している時に、後の名優となるオーソン・ウェルズと出会う。1935年、大不況で困窮に陥る演劇人を救済する制作である連邦劇場計画が開始され、ハウスマンとウェルズは、 アフリカ系アメリカ人の俳優やスタッフたちと演劇活動に励んだ。その会もあり、同年に公演されたウェルズ演出、ハウスマンがプロデュースのマクベスは多くの観客を魅了した。その後もいくつかのプロジェクトを得て、1937年にハウスマンらは劇作家のマーク・ブリッツスタインが、脚本、作曲、オーソン・ウェルズが演出で労働者たちの反乱を描いた。 ミュージカル、ゆりかごは、ゆれるの制作に着手。しかし、労働組合側に立ったストーリー内容に、FTP 側が検閲を実施して、予算削減を理由に制作中止を申し入れられてしまう。だが、ハウスマンらは、それでも公演を諦めずに、とっさの処置を敢行。当時公演が行われる予定だった劇場の前に立ち、チケットを持ってやってきた観客たちを別の劇場へ誘導して、 ブリッツスタイン・カズトがステージ上に立ちピアノを弾きながら楽曲を歌うという強行手段に出る。すると観客席にいた役者がカズトまた一人と観客席で歌い出しステージ上のブリッツスタインと観客席の役者たちで演劇が実行された。その上演を鑑賞していた観客たちからは大喝采が起こり演目は大成功を収める。そのことは 演劇界の伝説となっており、ティム・ロビンスが監督で、クレードル・ウィル・ロックという映画も制作されている。ユりかごは、揺れるで大成功を収めたハウスマンとウェルズは、演劇人として立派な地位を確立したほか、マーキュリー劇場を設立。そこではウェルズが演出での、ジュリアス・シーザーや、三人姉妹や、ベガーズ・オペラ、その他のシェイクスピアの儀曲が公演された。ちなみに、 マーキュリー劇場ではラジオ放送も行ったのだが、その中でも最も有名な逸話としてはウェールズが HG ウェールズ原作の宇宙戦争をモチーフに火星人がアメリカに襲来したというドキュメンタリー形式のラジオドラマを聴衆が本気に受け止めて一時アメリカ国民がパニックになるという事態が起こったことである。この事件により原稿を読み上げた 超本人であるウェルズはニューヨークのみならず全米にその名を知らしめることになった。演劇界でプロデューサーとしての成功を収めたハウスマンだったが映画においてもプロデューサーとしての活動を続け役者の分野にもキャリアを広げる。1973年に出演した青春映画ペーパーチェイスでは主人公の通うハーバードロースクールの教授を演じて 1974年のアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞を受賞した。それがきっかけで役者としての活動も増え、晩年に至るまでその実力を発揮した。また名門である演劇スクールジュリアード学院では演劇の指導にも当たり、彼から演劇を学んだ生徒の中には、ケビン・クラインやスティーブ・グッテンバーグ、クリストファー・リーブなどがいる。ビル・マーレー主演のクリスマス映画、 三人のゴーストへの本人役での出演を最後に1988年、ガンのためカリフォルニア州の自宅で死去した。86歳だった。ありがとうございます。